逃がさないよと、オッケー、強い。そして取らせてからのこれ、よいしょ、オッケー。いや強っ。はい、どうもひたまえです。はい、今回はねモンキーディルフィールフィーロー海賊同盟を使っていきたいと思うんですけど、いやもうマジでねこのキャラスキルがバカ強いんですよね。やっぱりシャンブルザンドレッドホークと、まあやっぱりラジオナイフ、まあこれがクールタイム短いし、やっぱり回復不能の状態異常だったりついたりと、いやマジで無敵解除のスキルだったりカウンター解除ができるんで、マジで強いんですよねシャンブルザンドレッドホークも。だから今回は使っていくんですけど、まあやっぱりね特性としてやっぱよろけ向こうがないのはアタッカーとしてはちょっとね物足りなさはあったんですけど、まあそれでもスキルがバカ強いから、まあだけども今おでんロージャー環境になってちょっと厳しくなったよねとはなってるんだけど、まあ今回は使っていきたいと思います。まあそれでもね言うて強いとは思いますから、まあやっていきたいと思います。レッツラー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いやルフィローさー、もうマジで一時期環境取ったよね。俺そんな強いと思なくてさ、まずシャンブルザトレッドホークがさそんな上下にもさ活用するとは思わなくて、まあやっぱりそんな強いんだなって思いましたね。まあとりあえずここは残金持ちは回避して一発。はい、じゃあルフィどこ行って、やばいやばいやばい、あでも当たってるな当たってるな。とりあえずじゃあシャンブルズ&レッドホーク、オッケー、一発二発、さあ一発二発、オッケーオッケーオッケー、いいね。やっぱ火力ですよねこの圧倒的。やっぱりねこの通常攻撃もやっぱりよろけ無効さえあればそこそこに強くて、おい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 、あそれ地味に地味に当たっていくんだ。さあじゃあ回復無効にさせてあげよう、回復無能にさせてあげようか、オッケーオッケー。これでマルコくんもしばらくは活動できないと、オッケー。マルコくんが現れたところで、オッケーオッケー、これはね肉の方いきます、オッケー。はい、一発二発、オッケー。さあいいんだけどちょっとあっちも援護してあげたいんだよな。ちょっとビッグマムは俺が見た方がいい気がする。さあここはまあ一旦じゃあいっか。さあとりあえずじゃあいきますわこれ。おいレッド火力高え、そして行け、オッケーオッケーオッケー、これ通っていく、いいねいいじゃんいいじゃん。そしてあミスミスミス、オッケーオッケー。しかしこっちにこっちにタゲを向いていく、オッケー。さあいいよ、オッケーオッケー。うわ痛い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 、それは痛いんだが、いや強いなルフィ&ロー、めちゃめちゃ使いやすいわ。逃がさないよと、オッケー、強い。そして取らせてからのこれ、よいしょ、オッケー。いや強ルフィ&ローめちゃめちゃ強いわ。え、待って待って待って、いやーでもやっぱりそのロジャービッあれがいないからだとは思うんだけど、あぶね、うわ食らっちゃった。でも1残る特性が結構効きますね。じゃあオッケー、これはスキル両方ともないんでちょっと逃げながら戦いましょう。オッケーオッケー。さあおいおい、やばい、え、マジでやだい、マジでやなんだけど、ちょっと待って、おい、やったナイス、オッケーオッケー、よしよし助かった。そしてこっからシャンブルズ&レッドホークもあるんで、さあおでん様を引き詰めたい。あ全然そっちじゃない、全然そっちじゃない、バカバカ野郎、くそ。いや裏ちょっとチョッパーなんですよね。なんでチョッパーにしたかっていうと、ちょっとブーストがね早く来るようにしたいんですけど、オッケー、これで 10% 回復なんで、いやーでもちょっとミスだよなこれ、圧倒的に圧倒的にミスなんだよないやとりあえずじゃあ守りますかこれは、オッケーオッケー。さあ真横で片栗さんがあんなに戦闘してる真横で僕はこんなことをしております何やってんの俺一人。さあここはじゃあとりあえずスネークマンを回復したいと思います。オッケーオッケー、地味にね、地味にいいんじゃない、一発に。やばい、裏行かれてる裏行かれてる、じゃあ裏行かれてるから、オッケーオッケー。裏行かれてる時はどうしようか、え、こっち、ここかな、いやここだ、よし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 、チョッパーナイス、やったー、チョッパーが勝利だ、おい、いいねナイスチョッパー。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いや強いっすねやっぱりおでんとロジャーさえ戦わなければ。まあそこら辺はねやっぱりうまく活用していきたいんですけども、うわこっち来るか、あぶね、危ない危ない。じゃあとりあえずあそこはとりあえずここにしようか、あっちに行こうか、オッケー、はい、回避、よし、とりあえずとりあえずとりあえず回復不能にしといて、はい、で出の早い両方ともスキル使ってる、オッケー、これはジャスト回避、オッケー、一発二発、オッケー。それで、ね、火力がねやっぱ強いんでお宝エリアだと、オッケー、シャンブルズ&レッドホーク、火力が違うねと言いつつ80レベルだから、まあ大して入らないのはお約束、オッケー、回避読んだ、どこ行ってん、まあ、しかしこれはちゃんと当たっている、え、まさか2人とも、待って、めっちゃ重い、めっちゃ重い、めっちゃ重い、やだやだやだ、めちゃめちゃ重いんですけど今日僕、待って、ここはシーザーに任せて、え、どっちが本物、これ本物、
いや絶対これ偽物だ、騙されるな、あっちだぞ本物は。あっちだな、ちょっと待って、とりあえずオッケー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 、さあシャンブルザとレッドホーク、オッケー、やばい全然食らってない、やばい、オッケーオッケーオッケー、さあオッケー、とりあえずオッケー、ジャスト回避、オッケーオッケー、ナイス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 、スネークナイス、スネークナイスだけど、あっちもまずいね、ちょっと待って、これジャスト回避、オッケー、ちょっと待ってね、ちょっと待って、重いな、ちょっとカクカクしてる今日、あかん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 、あかんとか初めて言ったけど、うわちょっと待って待って、そこまずいね、そこ、おお待って待って、なんでこっち来た、いやわからんわからんわからんってわからんって、ちょっと待って待って待って、おカクカクいカクカクい、ちょっと待って、これはチョッパーで行っても今ブースト中なんで意味ないっすね、だからちょっとルフィアンドローで行きましょう、いやーミスったなー、チョッパーこの時代じゃないな、でもう一回やる、多分ルフィアンドローがやられてもう一回ワンチャンブーストが来るいいタイミングだと思うんだよね、いや俺はその可能性にかけている、よし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 、スネークはかろう、オッケー、いや間に合わん間に合わん、じゃあ取り際で行くか、取り際をレッド、あできないんだこれ、やばいやばい、普段使ってないのバレた、さあここはじゃあとりあえず、おうおう、一発二発、おい、オッケーオッケーオッケー、いやーあっちは任せるしかないよな、ここかろう、その代わり、オッケー、それは4目出る、一発二発、一発、うわーくそ、通常攻撃優秀やな、痛い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 、ちょっとカクカクい、カクカクい、今日カクカクいな、カクカクいな、とりあえずジャスト回避挟んで、いやー渋いな、待って待って、やばい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 、このスネークマンうまいわ、オッケー、とりあえずいけ、よしよし、ゴリ押しゴリ押し、もうゴリ押し、知らん知らん知らん、オッケーオッケー、とりあえず取れる、ここ取れる取れる、取った取った、オッケー、やめろ、オッケー、やめろ、おいレッドホーク、やばいやばいやばい、全然食らってない、ここやばい、一発二発、ゴリ押しゴリ押し、よしよしゴリ押しだ、ああ火力たっか、火力たっけ、火力たっけ、火力たっけ、火力たって、火力かって。ごめんなさい、まあでも強い。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。やっぱ強いっすね、ルフィ&ロー。いやー、でもちょっとね、カクカクかったのが、まあちょっとあれなんですけど。まあとりあえずじゃあ僕はこれ2陣目、あ、狙撃が2陣目行くってことは、じゃあ失点はもう間に合わないんで。さあ、じゃあこれ取り際、ちょっとあっちに任せて、ちょっとレイリー僕は警戒しといて。はい、もう何がよくわからないっすね。オッケー、ナイス、気絶入ったんだ。いいね。さあとりあえずじゃあこれは回、おおいいね、ナイス、いいとこに来るやん、さあこれは、おい気絶入れる、レッドホーク、さらによいしょ、オッケー、いいね、これで回復能にすれば片栗はねもうお茶の子さいさいですよ、やばいやばい、それは下手くそ、今の無駄回避は下手くそと、さあ一発二発、一発二発、さあ、うわ通常攻撃短い、一発二発、さあ通常攻撃はもうちょっと長かったらない、だまだ生きてるんかい、まだ生きてるんかい、やばい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 、さあシャンブルザンドレッドホークからの ルフィアンドロー、オッケーオッケー、これで回復不能にする、オッケー、これはもう黒ひげに任せよ、逃げよ、そしてここに鉢合わせる人はいないと、オッケー、いやー来るよな、オッケーオッケー、誰だ、え誰、キーエモン、キーエモンなら時間を稼げば余裕ですね、ゲッターじゃないんで、オッケーオッケー、ブーストも来ることなんで、うおっぶね、おぶねおぶね、じゃあここは任せて、オッケーオッケー、さあ上だね、じゃあ上を援護していこうか、さあ気づいてないだろう、シャンブルさんのレッドホーク、これかっこいいな、ガチでかっこいい、オッケー、さあそれは読んだところ、オッケー、さあここオッケー、見事に当てていく、いいね、さあこれ回避、え何にジャスト回避した今、え何にジャスト回避したの、あクローズか、クローズにジャスト回避したんか、うわーちょっとタイミングずれたな、俺の中でちょっとタイミングはずれましたね今ので、どうしよう、これルフィ&ローなのか正解は、いやルフィ&ロー行くか、ちょっともう一回ブーストはねこれ多分来ないと思うんで、多分ここで逆転されるんだ、相手ブーストで、ちょっとねショッパーじゃさすがに不満、ヒナ不満、待って待って、どうしようか、とりあえず1陣は多分取ってくれる、2陣目を守りに行く行動しましょうか、レイリーはきついんでちょっと離れる、さすがにそれは当たらない、オッケー、そしてレイリー、オッケー、いいよ、さあ回復不能入った、さあここは回避を読む、何一発二発、一発二発、オッケーオッケー、火力がねやっぱ強いっすよ本当に、いたいたいた、それはきつい、それはきついで、一発、やばいやばいやばい、それはきつい、それはきつい、今ダウンしてなかった、あれちょっと待って、ちょっと待って、これはまずいぞ、はいこれ回避で、オッケー、はい、うわ回避しないこの人、まあいいやゴリ押しで、うわうまいなこの藤虎、全然倒せない、オッケー、でもあっち取れるから、
さあこれこそ気絶入れ。オッケー、あぶねー、あぶねー、これ俺のせいで負けだあぶねー、よかった、取られなくてよかった、ボコボコにされた。はい、ということで4戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いや先ほどはちょっとお恥ずかしいねぐらいボコボコにされたんですけども、皆さんよろしくお願いしますと。ここどうしようか。おでんさんがね多分最初無双しちゃうんで、いやおでんマジで強いよな、本当に強いと思うんだが、これ多分見えてないふりしてるよあれで。俺はこっちを見えてるふり、見えてるふりって何ひたすら見えてる。そっちじゃないけどラッキー当たったそっちじゃないけど奇跡的に当たっていく。そしてオッケー、2人入れたのでかい。やばい、回避また。あ、よかったよかった、黒ひげありがとう。さあ、シャンブル Z ネットホークがね、まあ、そろそろ溜まるんで、桃源突かマジで危険、本当に危険なんだよな。いやガチでお前出早いんだマジで。桃源突かの出がレベチが早い、レベチが早いんですよ。オッケーオッケー。さあこれはスキルが被んないようにして、裏来てる可能性高いな。全然来てない。恥ずかしい。どうしよう、わからない。あ、回避した。オッケー。さあ、シャンブルザンドレッド。これダメージ入るね。マジで強いと思う。オッケー、回避。よし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 、回復符の入った。美味しいね、このスキル。マジで強い。これちょっと裏も警戒しつつ、俺なんか無駄に裏警戒しすぎな気がすんな、最近。おきくさんだ！ちょっと待って、片栗が怖いな。おう、さあ2個目はどうする、大のき。さあオッケー、気絶、よいしょ。やばいやばいやばい、めちゃめちゃ食らうんだ。そんな食らうん、びっくり。じゃあここ守る、一旦じゃあブースト来るまで守りますか。オッケーオッケー、しょうがないしょうがない、普通に俺のミスだからね。ビッグマムが単独で攻めてくれって感じで回避してた。オッケー、とりあえずあっていって、あーごめん、スキル被ったかも。いやまあ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 全然大丈夫全然大丈夫。ブーストまで耐えたい、ブーストまでマジで耐えたい、本当に耐えたい、ここまで耐えたんだ俺は、ここまで俺は耐えたんだ。スキルだけでもね、やっぱり僕は全然、よいしょ、オッケー。あれ、めちゃめちゃ被ってる、めちゃいた、オブで一食らっちゃった今ので。やばい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 、一回離れ一回離れ、マジでやばいやばい、本当に、おい、いやいやいい、ブーストまでブーストまでブーストまで、オッケーオッケー、ブーストまで、オッケー、さあ食らえろー、ほい、よし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 、ここまで耐えたの、でっかでかすぎるそれは。裏は大丈夫、あちょっと怪しいな、でもいい、あそこに3人いるからとりあえずここにいてもいいか。オッケーオッケーオッケー、でシャンブルズ&レッドホークも準備しといて、あでも枯れそう、あ枯れた、勝った勝った、よし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 、これは上3つだね、上3つ守って勝とう、これはオッケーオッケー、いいね、強いよ。ちょっと待って待って、裏行かれても大丈夫だ、裏行かれても大丈夫大丈夫マジで大丈夫。さあここだね、ガチでここだね、オッケーオッケー、いいよいいよ、ナイス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 、じゃあいいとこ取りしましょうか、皆さんせーので、いいとこ取り、あ、やばいやばい、嘘、危ない、いいとこ取り、危ねえマジで危ねえ、セーフセーフセーフ。はい、ということで今日の動画終わるんですけど、いやルフィロー普通に強いね、普通に強いわやっぱり。いややっぱりね、このスキルが両方ともね遠距離で結構当たりやすいっていうのはありますから、まあ皆さんもぜひよかったら使ってみてください、やっぱサポートでも使えるんでね。ということで今日の動画終わります、この動画はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、バイバーイ。